どうみさん、ティクでございます。グランディア前回続きからやっていきたいと思います。地下から上がってきまして、多分おそらく出た瞬間ボス戦だと思いますんで頑張っていきます。はい、行きましょう。フィーナを助けに来たところからですね。あれあれあ、あーそういう感じ。地下から、あーそうやって登っていくシステム、これは意外。さあ入って結婚式を止めに行こうではないか。あのアチョってやってきたおっさんとただ戦うんでしょうね。いたね。あれ、うわめっちゃガチガチ絞られてるやん。返事めっちゃ縛られてるやばいやばい、すぐ行かないと。おう、あやばいめっちゃ嫌がってる、めっちゃ嫌がってる。もうガブ噛みついたったりでおう、たた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 、上からヒッパタック、素晴らしい。今完全に頭入ったよね俺のっつってるしなさあこっから出てくるね、うん、さあ来た、チャン先生いるねー。チャン先生、いやめっちゃ強そう。金で買収できひんかな大丈夫だよ、今度はねボコボコにしてやるから。戦闘だな、殺、やばい、いきなり殺すって書いてあった。よし戦闘だ、来た。さあ行きましょう、ボコボコにしてやるぜ。チャン先生、どっちが強いか教えてやろうではないか。もうこれはあのフルパワーで殴りに行きます。フルパワーで行きます。ちょっとねさすがにこの子はダメだから、コンボ打って、もうジャスティンを本気で殴ります。行こう、もう一切手加減なし、ダブルブレイク行くぞ。撃て、ぶちかませ、硬い、大丈夫いける、おらー、いやいいの入ったけど、いや硬くね、結構硬いな。どうする、このパンチがどれぐらい食らうかによりけりだな。とりあえず V スラッシュ、あ5、あ弱いぞこいつ、いける、雑魚だ、時間だけかかるタイプか。あ大丈夫大丈夫、お強い強い強い、意外と強い意外と強い、意外と効いてる、意外と効いてるよ。さてとここからもう打てないんで、じゃあいきます、コンボ普通に殴っていこう。スー一回これ多分、おおのレベルアップ、いいねいいね、いいタイミングで。スーこれ一回回復しといた方がいいんちゃうかな、回復挟もうか。こういうのは早め早めの回復が自分を救うということで、キャロバ、はい、いきます、早めに回復しとく、おっしゃ回されるってふい回される、よし回復回復、いいよいいよいいよ。何、あーもう回復タイプを先狙っていくスタンスか、お前めんどくさいやつやな。よいしょ、ほらほら、いけほら、よしよしよし、減ってる減ってる、あ弱い弱い、強くないぞこいつ、強くないけど結構地味に、あピオラされるのめんどくさいねあれね。ここでジャスティンの攻撃で落とす、ちょっと動き早いね、ちょっと早いね、溜まるの溜まるの早い。もうひたすらひたすら蹴ろば、自分に打て、よしよしよし、いいよいいよいいよ、しゃあ回せ、おろろろろろろろ、 HP 全開、全然恐るるに足らんわそんなの。ゲージの溜まりが早いよねキャラのね、この下の動きがめちゃめちゃ早い。あこれスー集中攻撃してスーが動けなくするパターンか、めんどくさいやつやな。まあでもその間ジャスティンがどんどん動いていくけどね。一応保険かけてキャラ持ってきます、多分打てない気がする。先このチャンのやつを早く動くよね、やっぱりねキャンセルされるよね。まだか、まだダメか、じゃあ普通に殴ります。よし黙らせよこいつを、うらてめえ、おらおめ今撃っとんね、よし来た、おら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 回復全開、よしよしよし、余裕余裕。あなんか全然弱いぞ、別に強い攻撃も何もしてこない、ずっと回復タイプを邪魔するってだけやな、めんどくさいな。 V スラッシュいきます、 V 字切り、ほい、いいの入ったんちゃう、よし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 、でかい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 、これはでかいこれはでかい。さてとひたすらキャロバ打ちます、お自分にキャロバ、もうガン打ちするから俺も。最後どうせこの後回復できるやろしね、連戦ではないやろし、ガンガン打っちゃえばいいんだよ。こんなトルネード来た、強いやつ、これ強いんちゃう、やばいんちゃう、おいおい強そう、あいけるいける、大丈夫やった、口ほどにもなかった。ここは一体だけなんでキャロバでジャスティン行きましょうか、もう一発行ってもジャスティン余裕だ余裕、大丈夫大丈夫、来る、また
あー、こっちだった。これはえげつい。あー、これはえげついな。そういうパターン来たか。大丈夫大丈夫。ジャスティンダメだね。よっしゃ、殴ろう。いや、いけるよ。ジャスティンこれ殺せんちゃう、下手したら。いけ。このてめえ。王のレベルアップ来た。あ、どうした。口ほどにもないわ。いや、雑魚的できっちりレベル上げしてたのは効いてますね、だいぶ。いや、大勝利。これに一回負けたん。そこが俺最大の疑問だけど、これに負けたん、ジャスティン、さっき。そこだよな。一回負けたんかいってなるよね。えい、余裕でした。オッケー、これでフィーナは仲間だな。オッケー。あ、フィーナ取れてるやん、ちゃんと。うん。返せ、フィーナ。返せ。返せ。ここでな、パコの方行ったらびっくりするよね。これぶん殴るやろ。うん。お。来たね。今殴っちまえ。あ、ジャスティンによって思い出したってことね。オッケー。フィーナみたいに人気がある子がこういう風にずっとね、追従する人いるよね。うん。パコンシス。殴ってもいいと思うけどな。どこに帰る？フィーナの家に帰るってことでいいのかな？扱い的には。結構遠いけどな、またフィーナの家まで行くの。お？これだって結婚祝う的な人らやろ。だって結婚式やったから。そうでもないの。あ、なるほどね。もうパコンをこう祝うつもりでスタンバってたからね、みんなね。うん。やっぱりほら、パコンじゃなくなって、パコンのつもりでもう出迎えてた感じでね。うん。うわ、適当や、めっちゃ。誰でもいいって。めっちゃ適当や、もう。いいの、スーはそれで。そうは、それでスーはいいの。お前、スーはそれでいいんかよっていうね。あ、これ一応ドット絵見たら、ちょっと赤くなってんな、顔。せやな。この後にパコン出てきた時のパコンの顔どうすんの？もう、絶望の淵にいるんちゃう？顔がもう、ズーンつって。もう死んだもう、魚のような目をしてそうやけど。大丈夫か、それでパコン。せやな。おい、三角関係だよ、お前どうすんのこれ。センキューありがとう。ゆっくり休ませてもらうわ。うん。まあそれはテントはな、安定のテント。全然思ってなかったよね。ジャスティンもめっちゃワクワクしてたよね。うん。いいよ、一緒に来てもええんやで。3人パーティーでかまへんねんで。でもっつってるからどういうことやろ。あれ、結局フィーナは仲間に入らないフラグか。そんなバカな。入るでしょ。 ここまで来て入らねえとか、そんな選択肢はいかんでしょ。あら、いい日になってるやん。この辺のね、こう 2D でこうちゃんと作り込まれたらすごいよね。そう、フィーナはいねえじゃん。スーは起こす。よく眠ってんね。外にいるかな。じゃあ行こうか。さすがにここで急にセーブせなあかん自信はないと思うからね。大丈夫だと思う。さあ、ん？あ、俺全然今違う方向行こうとしてた。びっくりした。全然はーちゃう方やったわ。いたの。おはようございます。どうも。ぼちぼち寝れたね。うん。急に哲学的なこと言い出しちゃってびっくりするやん。この風がどこから来てるのか知ってるっつって。おう、
は？飛ぶとか言わへんよね。飛び降りるとか言わへんやろな。うん、せやな。おう、それは分かった。全然この子がどうしたいのか読めへん。どうするつもりやろ。あ、一緒に風の向こうへ。どういうこと？あ、どういうこと？おう、あ、一緒に行くんだよね。びっくりした。なんか一緒に行かへんのかなって、ちょっと若干なんか謎な雰囲気出された。びっくりした。一緒に行くよね。あれ、一緒に行かねえのって思っちゃった一瞬。あー、怖い怖い。びっくりさせなかったほんまに。あ、久しぶりにここ出てきたね。うん、この人ら。ユードラシル計画やと。またかっこいい名前言ってんな。あら、ドーム遺跡ね。おう、出会いそうやねこれまたね。うん、またじゃあこのおっちゃんとお兄さんと会う感じかな。どうもっつって、あ、どうもどうもみたいな感じになるかな。お、スーボー来てるつもりか。ラングル山脈を越える。なるほどね。じゃあちょっと、あ、いきなりダンジョンに入る予感でございますな。なるほどね。よっしゃ、さあ来ました。ちなみに斧がどこまでバージョンアップした？斧今レベル4、あと1で新しい技を覚えますね。いいねいいね。ゴールドめっちゃ溜まってるけど、えらいことなってんで。フィーナちゃんですよ。もう絶対強いやん。だってさ基本絶対強いやん。もうさ、やばいよねこれ多分。まあもう持ってるのは絶対強いよね。攻撃力プラス2やったら強。フィーナこのままでいっか。もう絶対強いやんこれ。さあ、こっから3人になったわけですな。なるほど。バーン。あれ、そうだって、スキルはバーンはいいんやけど、バーンフレーム9になったら、あ、素早さ上がるんや。しかもこれ魔法炎で、しびれ鞭、なるほど。14と炎が上がったらさらにいく感じか。探検10っていうのもあるで。探検ないんかな。探検今なかったっけ。俺持ってない。果物ナイフ、これでいこうか。これもちょっとレベル上げたらいけるっぽいで、フィーナちゃん。よし、お金クソあるしさ、ちょっとあのマナエッグもあるんだけどね。まあ、いっか。とりあえず、ショップ行くだけ行ってみる？どうしようかな。ちょっと悩ましいところではありますね。わざわざ前のところに戻る利点あんまりなさそうなんやけどな。栄養人参ってなんだこれ。40回復2回。なるほど。これ何これ。防御レベルマイナス1。あ、すごいねこれ。ええか。とりあえずこのまま行こうか。よし、とりあえずこのまま行こうか。もう、すぐ丸々荷物持てるしね。うん。お金ちょっとため気味で。ため気味で。よし、行こう。ここから、普通にこう行きゃ、多分、ダンジョン選択画面来るよね。よっしゃ、来いや。ラングル山脈、ここですね。行こう。ラングル山脈。新しいとこですね。よっしゃ。さあ、新しいとこに来たか？新しいとこに来たか？新しいとこに来ると、やはり敵が気になるところ。うわ、なんかいる。ちょい。あ、あそこにイーグルアイがある。イーグルアイが。さあ、来た。大丈夫。これは不意打たれてないからね。余裕余裕。イージーイージー。来いや。桃尺取り。さあ、3人になったからね、だいぶ余裕はあるよね。もう技ガンガン使ってきます。これ使い込みがあるんでね。ダブルブレイク。いきます。とりあえずやっぱ近いやつに打つっていうのがね、大事な気がするんだよね。うん、近場。フィーナも、ナイフ投げ、しびれぶち。なるほど。バーンフレイム。MP はな、どうしようかな。もうちょっとやっぱ強いなって思ってから使おうかな。ちょっとね、あんま使いたくない。こっちはやっぱ SP が回復するからいいんだよね。なんで、あ、そう、無知じゃねえからか。ナイフ投げ。手前のやつ投げてみる。いくぜ、ダブルブレイク。これ多分一撃やろ。もう、ジャスティンのこれで一撃じゃなかったらびっくりするよね。ナイフ投げ。はい。ほいや。行くわよ。はいやー、いいね。ちょっと、もうちょっとダメージ欲しいかなという感じはしますが。肉球キック、育てる？育てないよね。いいよね、別にね。よし、行こう。はい。弓矢。はいやー、撃ちました。完璧。さあ。おー、今カウンターいいの入ったんちゃう？お、避けた。なんか知らんけど避けた、今。素晴らしい。ナイフ投げまーす。はい、ナイフ投げ。ジャスティン入りまーす。ダブルブレイクが2回打てるようになっている。素晴らしい。これで多分数レベルアップするんでね。ほい。
や、いいの入りますね、これ。いいの入りましたよ。これでしっかり使い込んで、ボス戦で楽にしたい、俺は。そう、それがやっぱ大事だと思う。オッケー。単純にだって、攻撃タイプのキャラクターが2人増えてるんで、火力めっちゃ上がってるはずなんですよね、これね。はい、しかもレベルアップ。やったね。フィーナー、経験値、必要経験値少な。少な、めっちゃ上がるやん、こんなん。ありがたい。めちゃんこありがたい。さあ、イグライ使いましょうか。イグライ。お、使った。特に何もって感じ。わかんねえな、これだけじゃどうなってんのか、この辺が。なんかいる、なんかいる、当たっちゃう。とりあえず倒していこう。順番に、端からパス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 倒して、いきつつ。さあ、不思議町やって、すごい名前やな。いくぞ、ナイフ投げていこう。手前。さあ、バシバシ投げていこう。はっ、いいねー、入った。よいしょよいしょ、いいダメージ入ってる、いいダメージ入ってる。スーさんは、はい、弓は入ります。これ多分倒せんじゃねえかな。ジャスティン、この手前に来てるこいつ殴り飛ばしたいね。これ、これこいつ行こう。はっ、あ、いいんじゃない、これいいんじゃない。射撃レベルアップ、素晴らしい。いいんじゃない、いいんじゃない。やけどギリギリ倒せてないところは何とも言えない。さあ、なくなりましたね。しばらくまたここから通常攻撃ですね。さあ、殴っていこう。お、外した。マジか、すかした。あれ、ナイフ一発なん。ナイフ2連攻撃じゃねえんだ。それはそれでなんかめんどくさいね。そんな感じなんや。よし、倒した。これ多分スーのその闇屋で死だね。いいね、強い。あれ、フィーナさん、ナイフ単発ですか。サクサクって切らへんの。なんかナイフってすげえ手数多そうやけど、サクサクサクみたいな、サク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 みたいな、そんな感じじゃなくて。マジで、そこは頑張ってよ。そこは頑張ってほしいな。そうですか、まあいいや。もう一発いるからここも倒して、よっしゃ、お金拾おう。このお金拾っとくのが後々ね、やっぱ次のとこ行くといいアイテムをゲットできたりするわけですよ。やっぱりね、必ずそういうのはあるわけですから。よし、行こう。3人で集中攻撃しようか。結構硬いよね、敵。うん、こう2人でだって倒せねえんだろ。だから3人で殴れば、あ、もう全然怖くないと。おいしょ、オッケー、来た。オッケーオッケーオッケー。あれ、硬くね、なんで、なんでお前そんな硬いん。どうした、どうした、こら。よし、行こう。ほい、最後はジャスティン。これ全員でまた殴るでしょ。うらうらうら、オッケー、ナイフレベルアップ、いいね。全然声ちっちゃくて聞こえへんかったけど大丈夫か。フィーナ大丈夫か。すげえちっちゃいけど、もうちょっと声張れ、声張れ。よし、フィーナー早いですね、素早さね。足めちゃめちゃ速いですね。足速いとあれかな、多分戦闘中のゲージの速度、あれは変わらねえのか。多分まあ敵の方に近づいたりする速度はね、変わってくると思うんですけどね。特に何もなさそうかな。あー、何もなさそうだね。壁伝いに歩いてみたけど、もう最初にいたとこ分からへん。とりあえず敵がいるから新しいところに気がする。あ、あそこアイテムある。全体マップが本当にいかに大切かってことを思い起こさせてくれるよね。テイルズとかいかに楽かっていうのを。本当、大切なことを思い出させてくれるね。うん。結構マップないってしんどかったやな、ゲームってって思う。これちょっと近場のこいつ行きます。よっ。ジャスティンもこの近い方行こうか。よっしゃ。おら、てめえ。カウンター逆に食らってますやん。あ、いける？あ、いいね。入った入った。よいしょよいしょ。あ、すごいフィーナ食らってるけど。ちょっと待って、なんでそんな食らってんのって言われ食らってる。ちょっと、お前何してくれて、こら。うちのフィーナに何してんだ、お前。よし、倒した。次、ちょっとフィーナ回復挟もうかな。まあ、回復挟むって言っても、数で回復するんですけどね。OK。もうちょっとだよね、フィーナレベルアップ。いいね、いいね。必要経験値がすげえ違う。すげえ違うの、もう、みんな。同じレベル、そのレベルでは同じぐらいとかじゃねえんだよね。もう全然違うんだよね。こっちにあったよね、アイテム。これ拾って。これ来られるとめんどくさい。でも行きます。あー、そっちもなんか、いるな。いるだけかな。アイテムじゃなかったよね、今ね。敵だけだったよね。どっちかっていうと、ちょっと今戻る前のところにあった、上に上がるところが怪しい気がするんで、そこ行きたいところではある。どう？溜まった？あ、溜まってる。いいね。ナイフ投げ行きます。はい、投げていこう。はい、行くわよ。どうぞ。はい、入った。いいんじゃない？ジャスティンどうなん？ジャスティンまだ。もうちょっとたまらないか。オッケー、行こう。すぐこれ回復どうしようかな。フィーナー、ケロまで行く。ケロマの方がいいかもね。こっち行こうか。
よし、フィーナ、キョロまでいきます。あ、ジャスティンはショックウェーブを習得した。来た、オードレベル7になった。来たっぽいね。めっちゃやられてはるけど。めっちゃ吹っ飛んではるけど。さあ、回復。回復した。あ、レベルアップした。今のあれ、ケロバのやつがレベルアップしたとか、すっげえ狙われてるんやけど、フィーナ。なんでそんな狙われてんのっていうか狙われてるんやけど、ちょっと待って。あ、水か。水の、この魔法がレベルアップしたってことね。そういうことか。最高。回復。おら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 。ずっとやられてる、ずっとやられてる。ずっとフィーナやられてる。かわいそうだぐらいずっとやられてる。ちょっと待って、やめたって。ずっと敵のターンになりつつあるから。もう一発回復しとこうか。ちょっとさ、ライフ減ってるよね。だいぶ減ってるんやけど、フィーナ君。しっかり回復して。あー、肉球、応援ガンバしときゃよかったか。応援ガンバだって、SP 回復するんやもんな。回復するまでの間に来たら、キョロバって感じの方がよかったね。ちょっと今失敗したのは選択。まあいいや。まあそういうこともありますよ。じゃあ。余裕。ダンジョンに1回入るとなかなかこうセーブポイントまでいけないところがね、このゲームの難しいところではありますが難しいところではありますね、本当に、うん、そこ頑張っていかないといけない。さてと、多分こっちが先進むところだと思うんだよね。あ、先にジャスティンのちょっと覚えた技見ましょうか。斧がこれであのマックスやったらちょっと違う武器に切り替えてね、いきたいと思いますんで。水、ケロバはね、レベル2になったらレベル3になったら新しいの覚えるみたいですね。斧が5になった。ショックウェーブを覚えましたね。いいね。コンボが10と斧が12か。このまま斧を使いましょうかね。このまま斧を使ってもうちょっと上げようと思います。ショックウェーブって覚えたんで、ちょっと使ってみたいところであります。危ない。来られる前に先行く自分から。よっしゃ。かかってこいや。ショックウェーブって新技の餌食にしてくれるわ。使えるかな？これやばいよね。絶対毒だよね、この頃はね。やばいな、ちょっと。使える？ショックウェーブは。30か。敵範囲攻撃やって強そう。めっちゃ。めっちゃ強そう、これ。やばい。ちょっと使いてえな。ちょっと貯めますか。しばらく貯めますか。いいですよ。貯めましょう。じゃあまず、どれからいこうかな。近いやつ、こいつからいこうか。オッケー。これまず、どつき回していこう。フィーナも、ナイフが投げれない。ナイフが投げれないから、手前から。全部手前。全員手前で。よし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 。オッケーオッケー。ここでフィーナもちょっと。よいしょ。スーも行こう。ほい。オッケー、一匹倒した。いいね。毒食らわんかった、大丈夫。なんかあいつやばい。やばい、やっぱり。今なんか動いてたもんね。そういう感じになってたもんね。オッケー、オッケー、オッケー。それが分かっただけでもでかい。とりあえず毒持ち殺すか、先じゃあ。お毒持ち殺すか。あれ、ジャスティンで行けそうだな。こっち行くか、じゃあ。ほい。いける？行った。ナイス。オッケーオッケー。ヘビーはじゃあ、フィーナとジャスティンなら、一撃で殺せるってことは分かったんで、行ったんで。これいいですね。これで多分フィーナレベル上がるよね。レベル上がるよね。来た！よっしゃ！オッケー。火力上がったまた。これでまた1段階。いいじゃないの、いいじゃないの。ぐんぐん、ぐんぐん強くなってく、ぐんぐん。いいね。ちょっとアイテム使いますか。毒はやっぱりね、めんどくさいんでね。使っときたい。道具、毒消し、毒消しと、あった。使います。よっしゃ、ジャスティン使った。いいぐらい。これまたこのまま上ですね、じゃあ。ここか。よし。なんか折ってる。お金？これ何これ？お金じゃねえの？アイテム？イニシエのメダル。何これ？え？攻撃で SP を少し回復。強い。ていうか俺今さ、スネークピアスつけてんのにあれ毒食らったん？嘘だろ？本気で言ってんのそれ。ちょっと待ってや。それ欲しいな、ちょっと。ちょっと待って。あれ？あれ？あ、ちょちょちょ。道具で、今多分、スーが持ってんのか。違う。ジャスティンが持ってんの？あ、ジャスティンが持ってる。装備。おかしくね、スネークピアスつけて耐性上げてんのに、マジかよ。これいいな。ちょっとつけようか。で、ママのお守りって今なんだっけ、ここがプラス2か。攻撃プラス2。ここスネークピアスでしょ。よし。ちょっと防御力下がったけど、毒耐性な。なんでそんな意味ない。よし、行こう。オッケー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 。順調順調。進む方向は合ってるくさい。しゃあ、土のコブラ来たね。
さあ、こっから攻撃で上がっていくっていうのはすごい魅力的やね。さあ、一番前のやついきます。まず道を上げていこう。でフィーナでもう1体殺せるんで、これで2体いったかな。よし、ほい。で最後数で遠距離を殺せないと思うけど行動を遅らせよう。あ、ダメだった。はい、毒ったー。はい、毒ったー。ダメかー、そんな毒る。 SP でもどれぐらい回復するんやろね、これ攻撃でって。結構回復するといいんやけど。はい、勝ち、勝利。お金いただきます。ありがとうございます。次はジャスティンが上がりそうですね。もう少しジャスティンが上がったとしばらくちょっとレベルアップなさそうですね。もうジャスティンが上がったらめっちゃ強いよね、基本的に。道具使いましょうか。じゃあ道具ドッキソ使います。フィーナ、よし。あんまりもう数ねえんだけど、あんまりちょっとだから出てほしくないな、毒は。毒患者こっちか。オッケー。そこの上はいるだけ。危ない。よっしゃ、危ない。でも後ろ突かれると思ってちょっと振り向いたけど、ちょ、先制攻撃食らうのは、毒タイプのやつに先制攻撃食らうのはちょっと非常によろしくないよね。3人か。またか。また同じパターンだな。ちょっと待ってや。オッケー、フィーナナイフいける、ナイフいける。こいつまずナイフ投げとこうか。投げてスイッ、いった。よいしょ、いいね。まずいいよ。で、スーちゃん。C 行きましょうか。一番遠いやつ。はい。で、ジャスティン一番その目の前のこいつ。OK。いける。追いつき、ジャスティン。うら。OK。あ、射撃レベルアップ。いいね、いいね。確実に強くなってるよ、スー君。いいよ。楽勝。ドッキシソが地味に手に入っていく。助かる。助かる。もう、来た時用にこう、徐々に徐々にゲットしていきたいところですね。ありがてえ、ありがてえよ。ドッキストがありがたすぎる。上何もねえんだよな。パン、パン。パンゲットした。パンダ、ヒギの種。何これ、最大 SP プラス2。マジマジ。どうしよう。俺こういうの主人公鍛えがち、主人公鍛えがち。ついつい主人公強くしちゃうんですよね。なんか賢さの種系とかを全部主人公使っちゃう。主人公ガブ伸びだよ、基本。これ大丈夫だよ、側面から当たってないよね。大丈夫だよね、普通取れるよね。 OK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 。 通常通常通常。さーてと、ちょっと鳥もめんどくさいけどな。だいぶ鳥もめんどくさいんだけどね。まだ使えないね、 SP。 ダメ、まだ27か。もうちょっとだな。ダメか、しょうがねえ。手前行きます。まず手前のコブラをこれで眠らせて、こいつが早いから撃つ。ナイフ投げは無理。あれ遠距離、あいつ倒しに行けるかな。あれ行けるかな。フィーナで届く。あ、やばい。あ、混乱。マジか、そんなんあるん。もうあ、よかった。すごい、ジャスティンすごい。派手手裏剣。痛い痛い痛い。強い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 。だいぶ強い、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 だいぶ強い。まずい、非常にまずい。あ、やば、これだいぶやばい、だいぶやばい、これだいぶやばい、これだいぶやばい、だいぶやばいよ。ちょっと待って、落ち着こう。みんな落ち着いていこう、落ち着いていこう。応援カバー行きます。はい、応援カバー入ります。で、まずこっち行こう。 OK。 最後、やばい、今の一気に集中攻撃来た。強っ。そんなことある。鳥のやつが早いな。混乱打ってから次打つの早くね。ちょっと早かったよね、こいつ。生意気やな、この野郎てめえ。硬いし、しかも結構硬い。あー、ケロマを打っときたい感じはするんだよね。ここでちょっとジャスティンを回復しときたい感じはする。ここで撃破しなかったのが運の尽きかな。やばいかな。派手手裏剣、どっち。痛い。お前ほんまええ加減しとけよ、この野郎てめえ。いや、痛い、結構痛い、えぐい。ダメージ量がえぐつない。強いよ、普通に強いんやけど。めっちゃびっくりする。はい、ジャスティンレベルアップ、ありがとうございます。よし、いいですね。まあ、レベルアップでどれぐらいこの数字上がってんの、強くなってんのかって感じですけどね。よっしゃ、とりあえず先進んでいこうか。
ちょっとやな予感。あ、こっち先やった、先進めたわ。ここでもマップ広いな。その2みたいなとこ入ったんか今ので。だね。あ、そうですか。あ、なにこれ、温泉、天然温泉みたいな。違う、違ったわ。あ、セーブポイントある、セーブあるけど、セーブの前にキャンプ。あ、よっしゃまあありがちですよね、こういうなんか安全なところでやりがち。さ、お、マジで。そう、最初はね、全然こいつ子供やと思われてたもんねせやで。ああ、そう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 、未知なる世界が楽しそうやな、それな。うん、霧の樹海、世界の果てから何か出てくるってパターンやろな。うん、おジャスティン前向きすぎるやろほんま。うん、もうこれフィーナ惚れてまいますわ、こんなもん。あらら、あ、フィーナ惚れてまいますわ。スーいいんですか、これで。スーいいんですか。うん、スー結構タフですよね。うん、だって結構ジャスティンとミカが結構ちっちゃいのよね。うん、お、なにこれ、お姉さん、姉さん家を出たきり。お、あ、もしかしてあの人か、偉いさんの横にいる人か。なるほどね。うん、そっちじゃない人よね。うん、その人だよね多分。うわー、そういう感じで再会するね。確かに似てるな顔ね。あー、そういう感じ、そういうつながりができてくるわけですね。なるほど。フィーナこんなとこで何してるのってなるわけだな。ははー、それはまた楽しみですね。いや、もうあの3人の方が兄弟やったらもうほんまドン引きやで。あれ、フィーナ、おめえ相変わらず朝起きるの早いな。なんや、マジで世界の果て見えるの、世界の果てって見えていいの。お、そう、世界の果て見えへんよね。うん、上を見る。ほ、それ世界の果て上にあんの。あんなどうやって行くんやろ、飛ぶ乗り物が手に入る感じだ。じゃあ飛行系の、違うんかな。そう、びっくりやね。そうそうそう、自分の目で見ないとね。ああ、え、みんな壁見て絶望してたん。うわ、もう壁やし、もう先ないわっつって。いやいやいや、あるでしょやる気なさすぎかよ。さあ回復して、じゃあセーブしましょう。今回ここまでですね。いや、いいね、やっぱ面白いっすな、このゲーム。面白いって聞いてただけはあるなって感じはしますね。やっぱりうまいこと乗せてきますね、気持ちをと思いますがね。はい、じゃあ今回はここまでします。見ていただいてありがとうございました。まあ、ということで次のパートを見てください。それではお疲れ様です。